女性の方お化粧とかされてると思うんですけど、うん、ちょっとこれを皆さんかぶってつけていただきたいんです。パック顔にやってんの。はい、顔にどうぞ。すいません、ちょっと、はい、そうですね、わー、似合うわ。似合いますか。そうやって電車乗るよ。うわあなた鼻を出してくれ。何これ、なんかプレッソ。やっぱりなんかちょっとめったにできない。ありが、あ、こうなるんや。なほどの骸骨状態やね。もうもう文句状態や。あ、ほんまや。2枚。どんな顔か見ます。はい。何？こういう感じ。あ、すごい。水川さん、この本校本人に映像を見せて。映像を見せます。はい、私も見せて。うん、わあ、怖い。ちょっと穴がずれてるんや。ちょっとごめん。直してあげるわ。はい、いいですか。見ますか。もしは普通じゃないのこれ。これあ、口がこ。それしないでも。あ、はい。はい。お花もあります。後で拾うのが大変です。はい、でもこれを描いているときは煩悩まみれの星の降る夜はあなたの二人で私の中でお眠りなさいとかという曲がずっとかかってました。煩悩だらけです。この花びらは西内さんからいただきました。全部花祭りで書いてます。般若心経、煩悩だらけですけれどもということで、おしまいです。おはようございます。かわいそうに、素晴らしい。ファンデーション取れました。